競泳、日本選手権、3から8日、東京、辰巳国際水泳場ジャカルタ。チア大会などの代表選考会を兼ねた日本選手権が3日から8日まで開催。代表選考個人の五輪種目は、日本選手権決勝で日本水連が定めた世界ランク20位。相当の標準記録を突破した2位以内でパンパシフィック選手権、東京、代表決定。アジア大会、インドネシアは内定。個人の非五輪種目とリレー種目は別基準で選考。代表枠が満たない場合、5月のジャパンオープン、東京、で追加選考。中、は派遣標準記録第1日決勝記録、男子400メートル自由形、3分46秒88、1、江原騎士、自衛隊、3分46秒64、2、萩野公介、ブリヂストン、3-48-47、3、吉田圭介、東京、日大豊山高、3-48-69男子400メートル自由形決勝萩野を破り優勝を決めた江原はガッツポーズする。撮影、滝沢哲郎、男子400メートル自由形決勝で江原、中央、に敗れ準優勝に終わった萩野、左、は表彰式で写真に収まる。右は3位の吉田。撮影、滝沢哲郎、女子50メートル背泳ぎ、28秒001、坂井夏実、スウィン南越谷、27秒82、2、諸抜き恵美、ミキハウス、28-12、3、小西杏奈、中京大、28-43女子50メートル背泳ぎで優勝し、笑顔を見せる坂井夏実、共同、女子50名、トル平泳ぎ、30秒75、1、鈴木さとみ、ミキハウス、30秒95、2、寺村美穂、セントラルスポーツ、31-02、3、渡辺かな子、総大、31-05女子50メートル平泳ぎ決勝予選で自身の持つ日本記録を更新し優勝を決めた鈴木は表彰式で笑顔を見せる。撮影、滝沢哲郎。